稼ぎたいですと。で、その SNS の書き方のテクニック、まあ、やり方のノウハウですね、テクニックを知りたいと。で、あと、うまくいく人はどういう人なんでしょうか。まあ、稼ぎ方を知るにはってことなんですね。まあ、SNS での稼ぎ方っていうのは基本的にサブ的なもので、僕メインでお勧めしてないんですね。というのは、やっぱり SNS にいる方っていうのが、やっぱり暇つぶしの方がほとんどなんですよね、通りすがりというか。まあ、あとは好きな芸能人の、シェアをちょっと見たいというぐらいでフォローしてるってレベルなんですね。なんで、わざわざあなたのサービスを買ってくれるって人はそんなにいないというところがあるので、サブ的に使ったらいいんですけれども、まあ、それでもやり方のテクニックとしてはですね、定期的に配信をするっていうことがまず一つあると思います。まあ、僕も YouTube のこういった動画をですね、使い回しする方法をお伝えしてるんですけども、例えば、LINE ブームとかですね、TikTok、インスタリールとかですね、まあ、そういったものに応用で使い回しをするのがいいと思います。海外移住された方のご相談でコピー